私は嫌い。忍界も忍びも。でもあなたがいるなら、まだこの世界は、ボルト、待ってろ、すぐに終わらせてくる。最後の最後でくだらぬことを。助かった、ボルト。この戦いはもはや子供が出しゃばるものではないのだがな。てめえはやりすぎだってばさ。今の時代ってのは、父ちゃんたちがいろんなもんを乗り越えてやっと作り出した時代だ。それをむちゃくちゃにしようとしているお前は許せねえ。けどな、何より許せねえのは、辛い思いをしてきたナナシを利用するだけ利用して、まるで人として見てなかったことだ。バカめ、ナナシは兵器だ。兵器を利用して何が。ナナシは俺の友達だ。友達をむちゃくちゃにしやがったお前は絶対に許せねえ。汗、俺がナナシにチャクラを与えられただけの存在。いいだろう。いずれにせよ、影につながる者は始末する計画だ。ここで貴様を消しておいてやろう。子供がやるってのに、親がバテてるわけにはいかねえな。同感だ。弟子に遅れを取るわけにはいかん。お前には負けねえ。Quanta figaggine, porca vacca. Cazzuto, porca vacca.かつての英雄も俺にとってはただの糧に過ぎ、貴様らを葬ることでここから新たな時代が始まるのだ。もう神になってきているようだな。せっかちが神だってばよ。へっちょっ、巨人ってやつは。ああ、こいつだったってことだ。準備完了だ。ギガンを鳴らし、
この力をコントロールする必要があったのでな。動作テストのようにいくつか森を破壊させてもらったが、まあいい、臨界全土が占領となるが別に問題なかろうか。戦場になんてさせねえよ。このまま決めてやる。潰してくれる。たかが七つのためにそこまで必死になるとは見苦しい存在だ、渦巻きボルト。あいつがどんなに苦労したか知らねえのか。知っているさ。だがそれがどうした。それが奴の運命だったのだ。運命は変えられぬ。最初から決まっている。奴は兵器として生まれ、兵器として死ぬ運命にあったのだ。俺は奴を有効活用したが、それが兵器としての幸せだろうからな。お前の考えであいつの生き方を測んな。あいつは人間だ。兵器なんかじゃねえ。いいだろう、仮に人間だとしよう。だからなんだ、結局何も変わらんよ。奴は人間でありながら人間に利用され、挙句捨てられる。その運命は変えられん。悲しいことにな。それは違う。運命は変えられる。俺はそんな奴をいっぱい見てきた。お前が崇拝してるペインはその中の一人だってばよ。だからこそ彼は神になれなかったのだ。俺からすると古い考えに縛られているお前こそ悲しい男だがな。そんな男が神になるなどと笑わせる。鬱陶しい奴ら、なぜここまで抗う。もはや貴様らの時代は終わるというのに。勝手なこと言ってんじゃねえってばさ。準備完了だ。お前が勝手に想像してる神経な理想だ。父ちゃんたちが作った俺たちの時代はこれからもずっと続いていく。メルツ、てめえを倒した後でもな。押されているだと。俺は新たな時代を作る神だぞ。こんなこと認められぬ。Gli effetti speciali proprio pazzeschi. Wow.Yeah.
戦う術がないか。フフ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 フ敗因か。違う。この時代ってのはお前が思ってたよりも強えんだ。お前は父ちゃんたちが作った時代に負けたんだってばさ。強いか。果たしてその言葉この先も言っていられるかな。俺が言ったことは間違っていない。今の世には戦いを望む者が多くいるのは事実だ。だからって人を物として扱っていいわけじゃねえ。お前のやり方は誰のためでもなかった。ただの自分勝手だ。言うな、子供の分際で。だがお前はその子供に負けた。当然だってばよ。何せその子供たちこそ俺たちの火の意志を受け継いだ新しい力だからな。絶対に折れねえ強い力だ。そんなものがこの俺よりも上だと。決して折れぬ神のごとき意志があれば世界を変えることなどたやすい。そんなものが忌々しい。忌々しい力だ。若七種は自分のこと分かってるから。ボルト、私さ嬉しかったんだよ。ボルトが
か友達って。でもやっぱり辛くて辛くて、昔のこと忘れられなくて、すごく迷って。だけど私もういいよ、分かってるから。ごめん。いいって。あれ、ボルトどこ。大丈夫だ、ここにちゃんといるってばさ。これボルトの奇跡。小さいけど大切。もらってくれる？もちろんだ。つうか、まだまだ大きくしねえと。これからいっぱい遊んでよな。嫌だな。なんで最後なんだろう。もっと一緒にボルトと。悔しい。今回は失敗でしたが、次こそは。こうしてゼロが起こした反乱は終わった。幸いにも五大里の忍びたちに大きな被害はなく、たった一人の少女だけが犠牲となって。なんでこんなことになっちまったのか。始まりは何でもない小さなことだったのに。以上の捜査が行われ、いわゆるゼロの反乱によるスパイ容疑で捕まった忍びは10名を超えました。またゼロに資金提供をしていた有力者も絞られてきており、今後火影室主導の本格的な捜査が開始される模様です。約束のもんとは違うけど、これを渡しとくってばさ。わあ、綺麗。結局父ちゃんの首飾りはもらえなかったからな。あ、けどそれは貸すだけな。兄ちゃんにとって大切なもんだから。そんなに大切なものなのに私がもらっていいの？ああ、いいんだ。そいつはさ、ずっとずっと影にいたんだけど、ようやく出てこられた。だからさ、これからはできるだけそいつにお日様を見せてあげたいんだよ。でも兄ちゃんはこれから任務で忙しくなるし、それになくしちゃうかもしれないだろ。だからひまわりにそいつを頼みたいんだってばさ。よくわかんないけど、大事にしてればいいんだね。そういうこと、わかってんじゃんか。
それじゃ遊びに行ってくるね。あう。本当にこのままでいいのかってずっと悩んじまってる。どうしても気になっちまうんだ。あいつを救う道がなかったのかって。もしほんのわずかにでも可能性があるってんなら俺は。だってあいつはもう十分苦しんだだろ。だから歩かせてやりてえんだ。暗い影じゃない新しい道を。日の当たる道ってやつを。Allora, facciamoci questa parte qua. Vero capitolo finale. Vediamo un po'. Asaka. Kyō wa nimmu dakke? Shūgō bashō wa? Konoha no mon. Sore nara chikoku shinai wa ne. Ja, itte kuru wa. Kyō tsukete ne.こうして集まるのは久しぶりだな。ゼロ関係の事後処理であちこち走る。それで今回の任務。またですか。この前の騒動の折に今でも見つかっていない動物がいる。今回は大変そうだね。ボルト。おいおい、話聞いてた。大丈夫だって。よし、これ思ったより時間がかかる。悪い。あんた気合入っだから悪いって言ってんだろ。そういうことじゃなくて。このハマル先生、今日はもう。そうだな。そんじゃこれにて解散だな。ちょっと待ちなさいよ。それじゃこの浜。ああ。ねえボルト。なんだよ。あんた。この前からず、やっぱり別に関係ねえだろ。それが元で任務中にヘマされちゃこっち。あるかね。今思ってることを話しても私ら同じ。あのメルツとの戦いがあってから
どうやったら俺は7。その時の方状況から判断すると、あの時7代目もサスケさんも、しかも彼らが作った金庫樹の輪は対象者にかなり。よく調べてんな。金庫樹については親から聞いた情報だ。はあ、けどそれでも俺は、でそれが頭ん中ぐるぐる。情けねえって。ボルト、あねえ、久しぶりに。ああ、その感じだと全然やってないです。けどよ、大好きなゲームでもやれば、あんたのそのね、ミツキもいいよ。うん、それじゃあ決まり。この後向こう。じゃあ後でね。強引なやつ。サラダなりに気を使ってるんだよ。それは忍者ひ。久しぶりだな、ここに来んのは。いるわけねえか。そういや、あいつらどこだ。ボルト、あ、話がある。時だまりの間に来てくれ仲間。話？詳しくはそこで。なんだ。あ、ボルト。話って。まずは現世の事件を無事に解決し。無事ってわけじゃ。君が苦悩している。だからこそこの空。どういうことだよ。本当ならナナシさんが亡くなった時に消失するはず。そんなこと知らない世間は勝手に雷門カンパニーが開発を引き継いだ。それは仕方ないんじゃない。トネリさんが。話を戻そうか。私がここを維持している理由は、それはこの空間を使わねば決してできない。なんか大層な話になってきたな。歴史介入。歴史。そう、かつて君にやってもらったのは過去をめぐり、それには制限があり、君自身は介入。だが今回は人の歴史を変えることが。けどそんなことって。歴史介入は通常なら絶対に。しかし3つの特殊条件を満たすことができれば。その3つの条件。1つ目は時の断りすらも操る不安定。時のこと。つまり忍者。その通り。この空間は月読みを用いて作られた空間、故に時の流れが曖昧で。二つ目は満月の晩である。時を開くには地上に流れる流脈の力を利用しなければ。流脈は空に満月が浮かぶ時こそ最も活発になる。次の満月を迎え。明日だ。そして現代の人物と過去の人物とのつながりを示す。それには互いのチャクラが混ざっていなければならない。え、でもだって生きてた時代が違うのにお互いのチャクラ。そう、普通だったらそんなことはありえない。しかしそれがなければ時の狭間を道しるべの。ボルト、君は分かっているはずだ。今の世に彼女と君をつなげるもの。そうなの、ボルト。今ほぼ二つ目までは揃っている。内葉ナナシの遥かなる過去へ遡ることができ。すごい。でも遥かなる過去。そのままの意だ。遥か昔の時代。え、でもそれでいいってばさ、ボルト。その時代のナナシを助けることが一番いいことだ。戦国はナナシを形成した時代。そこがか。その時のナナシを救う。明日の夜だ。ナナシの過去を変えたいならば明日の夜に。おう。で
なん、あんたが忘れてないかし。なわけあるかよ。七章。でも、トネリさんが。ああ。ちょっと返してもらわなきゃ。ん？首飾り？本当に悪いんだけど。どういうこと？ひまちゃんが持ってる首飾りが七瀬さん。ああ、あいつが最後に渡す。私とボルトの小さい。その首飾りの石が二人の。約束した父ちゃんの首飾りは手に入らなかったからな。なるほど。確かに。だろ。はい。ひま、いいのか。お兄ちゃん、つっても今日のお兄ちゃんは何しようとしてるかは分かんないけど、頑張ってね。兄ちゃん、あんがとな、ひまわり。よし、準備 OK だ。お、二人とも来てたんだな。まあね、どうなる。君とナナシをつなげる。あ、ってしまった。あれは現実。そういえば、俺、しっかり握っとけだ。それでいい。君が身につけて呼び出すことができる。これで全て揃った。これより忍者ヒーローズという関係、さらに龍脈ボルトとナナシの奇跡を用いれば、あとは遡った先で万事解決って。いよいよだな。どうしたんだよ。歴史介入を行うには最後に決断。ここまで来て君が歴史介入を行い、ああ、そのために行くんだ。だが、先のゼロの反乱における出来事は全てなかった。え、ゼロの反乱はナナシを鍵として。しかし、君が過去のナナシを救い、彼女が封印、ナナシが現代に現れる可能性もなくなるということ。ナナシという鍵が欠けるということは、ゼロは反乱、つまりゼロの反乱は、もちろん事態を解決した君の活躍もなくなる。もう一つ、ゼロの反乱がなかったことになったら消失してしまう重要な。美月、順を追えばわかることだよ。そもそも僕たちがナナシという存在を、忍者ヒーローズはゼロの計画を進める。彼らの計画はナナシの。でもナナシを助けた場合ということは、ゼロの計画は進まず、忍者ヒーロー、それは僕らがナナシに出会う。つまりナナシ、そういうことか。そんな。君は決断しなければならない。このままナナシとのつながりを、それとも彼女とのつながりが消失することになっても。へっ、悩むことではない。選択肢なんて最初からねえよ。俺の中にはナナシを助ける。これまでの出来事が消えるとしても。ああ、それでもいい。そのナナシとのつながりがなくなるとしても。ああ、それに一度でき、俺は忘れる気なんて全然ねえけど、大切なもんは心の中に残る。これが俺の答えだ。最初から選択肢はない。君は、じゃあ行ってくんぜ。サラダ、僕に届いたようにボルトなら、あんたのこと思いっきりやる。おう。遥かなる奇跡に通ずる扉よ。
断りを代償に、龍脈を源に、かのしるべを伴い、今しばしの奇跡を起こしたまえ。扉に入れば過去の世界を奇跡によって七種の力分かってるってばさ。過去に戻っていられる時間は朝を迎えてしまうと、それまでに彼女を。トネリさん、いろいろバッチリ決めてくる。礼は成功してからだ。待ってろよ、あの時絶対に届けてよ。行ってくる。うん、頑張ってきなさい。